どうもブログ編集長のベガです。毎日コメントありがとうございます。それではですね、ゲームレビュー、はい、の方をね、行っていきたいというふうに思います。今回はですね、カプコンさんから、はい、発売、されましたね。大逆転裁判1-2ってことで、なるほど、龍之介の、冒険と覚悟っていうことでね、こちらの、はい、画面が出てるね、ゲームの方のね、レビューを行っていきたいというふうに思います。でですね、まあ、本作はね、人気シリーズということで、はい、まあ、過去にね、20年間のね、はい、歴史がある、ね、非常に、ね、伝統のあるゲームということで、まあ、逆転裁判シリーズはね、プレイヤーが弁護士となり、依頼の、はい、人の、無罪を、証明するべくね、法廷で争うっていうね、ゲームになりますが、はい、私自身ね、昨日ね、ちょっと、はい、まあ、ゲームずーっとやってた、経験も踏まえて、ね、はい、感想をね、レビューしていきたいというふうに思います。まあ、こういう、はい、感じでね、文明開化の、はい、大波が押し寄せていたね、日本ですが、まあ、この時にね、弁護士という制度が、導入されてね、はい、まあ、こういう感じで、大英帝国に、留学をかけてね、なるほど、龍之介がね、はい、まあ、裁判で戦うということで、ありますが、まあ、この裁判で負ければ、留学がね、中止になるってことで、まあ、なるほど、龍之介のね、運命をかけたね、裁判が今から始まるってことでね、はい、まあ、プレイヤーがね、はい、プレイをする中で、まあ、なるほど、龍之介みたいな、はい、弁護士になれるっていうような、はい、まあ、シミュレーションゲームです。アドベンチャーシミュレーションゲームってことでね、はい、まあ、こういうような感じで、裁判で、まあ、裁判長に手を挙げて、まあ、異議ありとか、まあ、そういうような異議ありとか、こういう感じでね、はい、追求してる、行く場面が、ものすごい、はい、楽しいなっていうふうに思います。で、まあ、特に、まあ、私自身で、結構さ、会社を解雇された時とか、まあ、はい、裁判の経験があるんですが、まあ、あまりね、こういうような感じで、まあ、刑事事件自体ほとんどないので、裁判自体は。うん、非常に結構、まあ、そういう意味でも、はい。まあ、そういうようなね、ことはね、裁判ですらほとんど、はい、裁判官に、ね、立てつくとか、まあ、そういうのはないので、非常にまあそういうのを経験できるっていうのはね、楽しいかなっていうふうに思います。これはね、はい、まずね、おすすめなのは、まあ、推理小説とか、ね、まあサスペンスドラマが好きなね、人がね、まあ、非常に、はい、おすすめですね。で、まあ、ゲーム好きだったらね、アモンガスみたいな、ああいうような、はい、回廊ゲームが好きな人はものすごいおすすめです。まあ、アモンガスと違ってですね、こちらのゲームが、はい、おすすめなのは、やっぱりアクション、うん、アクションの要素がほとんどなくて、とにかくね、こういうような感じで、うん、相手をちょっと揺さぶって、うん、コミュニケーションにものすごい重きを置かれているのは、この逆転裁判なのかなっていうような感じでします。で、こういうような感じで、まあ、まあ、尋問を行ってね、悪を追求して、まあ、嘘を暴いて、まあ、法廷で裁いていくっていうような感じですが、まあ、結構、ゲームをやってみればわかる話ですが、まあ、コミュニケーションが好きな人がものすごい得意です。で、推理とか、まあ、そういうのを、ね、ドラマでは、実際に、相手をね、追求することとか、まあ、意義ありとか、まあ、そういうことができないわけですが、このゲームの中で、うん、実際できるってのは非常に魅力的だっていうふうに思いますね。はい、こういうような感じで揺さぶって、ね、どん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 相手を追求して、それで、まあ、ね、嘘を暴いて、ね、それで、うん、法廷で勝利を収めていくっていう感じです。うん、逆に、この、最後までね、この、はい、証人とか、まあ、はい、の嘘を暴けなかったらね、こっちが負けてしまうっていう感じで、まあ、ハラハラドキドキのシーソーゲームになっている。はい。まあ、こういう感じで、なるほど、龍之介は、まあ、大学生なので、大学生で弁護士を、はい、
この、こう、この、はい、悪段階、悪段、はい、青地さんとね、戦っていくっていうような感じでストーリーが進められています。で、これ、いかにも悪人っていう感じですが、この悪を、はい、見破ればこっちの勝ちで、まあ、見破れなかったら向こうの勝ちみたいな感じで、うん、見破れなかったら、こういうような感じで、要するに、おかしなところは認められるみたいな感じで、どん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 、ポイントが減っていって、それでこういう感じで、はい、うん、これ以上の、はい、心理は不要ってことで、うん。まあ、これで、はい、なるほど、有罪っていうことで、はい、こういう感じでね、相手にちょっと負けてしまったらね、はい、はい、感じです。控訴の権利は認めないってことで、これ、閉廷ってことで、はい、ゲームオーバーっていうような感じで終わってしまわせます。まあ、そういうような感じでならないような感じで、ゲームを進めていくってことですが、まあ、やっぱりね、私がゲームを、はい、行った感じで、一番楽しいのはね、こういうような感じで意義ありみたいな感じで、うん、まあ、とにかく相手の、要するにおかしなところをとにかくついて、それで、はい、嘘を暴いていくっていう、そのね、まあ、心理戦というか、まあ、そういうような感じで、ここをね、突きつけて、うん、行くっていうような感じで、相手を追求していくっていう感じで、まあ、相手が嘘をついてるって見破れば意義ありみたいな感じで、うん、やっていくのが非常に面白いかなっていうふうに思います。ね、私自身ね、結構、はい、裁判の経験はあるんですが、こういうような感じで、はい、激しい、応戦になるってことはほとんどないので、うん、その辺のね、感じだし、まあ、実社会でもそうですよね。うん、実社会でも、こういうような感じで、相手の悪を追求したりとか、意義ありって言ったら、まあ、そんなんで、なんか自分の主張が認められることはなくて、大抵ね、もう煙たがられたり、干されたりとか、まあそういうケースがもう大人の世界では圧倒的だというふうに思います。